かったやつ。はい、今日はこれから一人1人500円のお小遣いでこちらの駄菓子屋さんでお買い物をしたいと思います。お金の使い方は自分たちで決めてね。はい、はい、じゃあスタート。キッペ足し算いっぱいしないかんでね。はい、カゴどうしよう。カンタもうガンガンいってるね。やば、かけてお母さん食べる。ここにあるよ。やばい、残り200円。計算してますね。今305円か。105円か。 OK、 お買い物終わりました。お買い物終わりました。じゃあお部屋でまたお部屋で見せたいと思います。はい、じゃあこれからお部屋に帰ります。せーの、はい、はい、買い付きました。いいえ、じゃあお菓子誰から発表します。はい、はい、じゃあカンタさんから。はい、みんな大好きアイドルカツ。アイドルカツ、ちょっと岐阜で売ってるのとちょっと違うね名前。ビッグカツじゃない普通、うん、ビッグカツ。ほんでこのなんか見てる、 あれね、つばで途中で出てこんくなるやつね。知らないこれ。ほんでまあこういうチロルチョコ。あ、チロルチョコ、これ私一番好き。ほんで、うん、なんかこういうわざとわざしゃべってよ。こちらソフトキャンディーで、私は挑戦をしていて、ソフトキャンディーが食べれないので160円を無駄にしたというやつです。なるほど、一番高額なものがね。そしてまあこういうパリパリパリして、あ、パチパチね。まだまだちょっと待って、こういうあみんなでサラミね、まさにね。そして最後は、うん、みんなで出て、じゃじゃーん、あ、それさ、これね、酸っぱいの。そして次は1個入ってるやつ。はい、次、はい、じゃあこれカンタさんの。うわ、いっぱい出てきた。ちっちゃいのがいっぱい。はい、なんかちょっとやばいやつがある。一平さんが選んだものは全然こんな感じ。はい、え、なんでこれ、これすごいいっぱいあるけどさ、なんでこれ買ったん。え、お金もらえるか。お金が当たるのね。うん、で、これ、うんちくうんち組ね、駄菓子屋さんっぽいわ。サッカースクラッチ、ゴールラムに負け組、焼肉屋さん、はい、焼肉屋さん、みんな大好き焼肉屋さんという感じで、はい、はい、で、はい、はい、じゃあこれちょっと、はい、こっち、はい、最後、最後、はい、ソータさんは1つ目は、ルービックキューブ。さすが、さすが、ソータと言ったらルービックキューブ。スクラッチ、はい、で、ね、この赤ベーガムっていう、口の中が赤くなっちゃう。あ、これね、赤ベーガム。なんかこれ、当たりがあったらもう一個もらえる。お、あとこれ、カンタのやつのもっと酸っぱいやつが入ってる、そんなやつもあるね、ちょっと見せて、パッケージ。どれか一つが超酸っぱいで、カンタのはみんなで食べる、甘い、甘い、酸っぱいやつ。なるほど、これは超酸っぱい、酸っぱい、甘いやつ。なるほど、じゃあカンタのやつでちょっと鳴らしといた後にあれやね、衝撃を与える。やったあめ、懐かしい。と、かわいい、ピカチュウの。あ、ピカチュウ。うちら子供の時これなんかさ、黒い猫じゃなかった？あれなんやろ、あれなんやろ、あのキャラクターの名前。わかる、黒い猫わかる。あ、いいよ。じゃあまずはこちら。で、こちらやりたくない人は遠慮せずしてくださいね。行きましょう、行きましょう、はい、はい、スクラッチも。あ、ずれー。ちょっとガムが大きい。ダメ。おー、こっち来てもいい。モテがモテキショ。かわいそう。強制のバッキャロー。こんなんか。バッキャロー。あ、あ、やっぱ300円ちゃっちいね。シャラシャラの、あ、でもちゃんと。
100均とかで浴びます。こちら全員買ってください。300円で300円これは大丈夫だ、これでよかった。え、じゃあさ、カンタ交換してあげたら、そうじゃん、なんかカンタ食べれるやつ。いや、これ一輪全部もらうよね。ええ、じゃあこいつと、あとこれと、サカスカーキを1個入れていいよ。すごいね、この量。こんだけありゃお金当たるやろって言っとったで。それ何？じゃあちょっと、じゃあこの2つ、この2つだけ。じゃあもらいますよ。はい。せーの、ガムネ。これガムネ当たる。10円。10円当たった。10円当たった。さすぎ、ちょっともう。見にく。でも10円当たったんやけど。それちゃんと食べながらやってよ。もうやったーめん。行こう。なんだこれ、やった。これでやってるから。当たってよ。わかった。ねえねえ、それでーでーでー。じゃあ、そうだね、やったーめん。ね、ゴミ箱に入れながらやってね。ハズレです。ではもうサカスカキやってみたいと思います。はい、これ負けん組ね、オッケー。ソータは何食べる？もうお腹いっぱいか。そんな一気に食べてもいいしな。サッカースクラッチ。なあ、俺もサッカースクラッチやるわ。オッケー、どう思います？じゃあみんなサッカースクラッチ。ちょっと待って、これどっから切る？これはもう真ん中を押しつぶしたら OK。 あ、ほんとや。よう知ってる。真ん中を押しつぶしたらラムネとこのなんかカードが出てくる。お、いい音で、このカードをそれで削ったらいい。あ、削るの？引くだけならもう一個で、あの最大100円まで当たる。で、これだけ戦う人見ていきたいと思います。これやるわ。じゃん、イタリア。お、俺もイタリア買ったな。20円。日本は 3点です。イタリアは、え、どっちが勝てばいいの？俺もイタリアやった。日本、日本。あ、俺もイタリアやった。え、一番さ弱いやつイタリアに負けちゃった。あ、見せて。俺もイタリアやった。3対4。どんな感じなの？俺もなんやけど、こんな感じ。俺もさ、俺も全く一緒ないんだけど。3対4勝った。あ、え、うわ、また1です。お、分からんやん、ゼロっていう可能性も。うわ、待って、1回いっちゃった。あ、じゃあもう1個。あ、もう1個もらえるやん。お、すごい、当たりやん。当たりはここに集めていこう。ちょっともう怒ってから俺やるね。面白。でもやった、2つ当てた。じゃあボールラムネ、次。ボールラムネ、はい、いっちゃいましょう。サクサクいこう。せーの、ハズレ。じゃあ今回はコーラ味のボールラムネ。キペもこれもらってもいい？うん、あと一つで。おいーしょ。まだ20円当たりました。すごくない？すごいね。どうの、めっちゃ当たるやん。はい、あの30円もらいました。すごい。スペイン。削ってください、削ってください。どっちから削る？スペインから削る？いや、スペインから。スペインからやろ、そりゃ。スペインなんで？1。あ、いけんちゃう？いけんちゃう。50円の希望。これ10円やったら2。うお、50円。すごい。じゃあ、ローボール組いきたいと思います。イエーイ。めっちゃ当たるやん。5円当たるよ。5円は何もできるの？ハズレでー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 。じゃあこれで、うん、これをクリア。おやつタイム、クリじゃないよね。おやつタイム、クリじゃない。地味に面白い。フンチフンチ、こっちよね、フンチグミです。ラムネ酸っぱい、うん、梅の味、薬みたいな。コーラやから余計ちゃう。コーラの、あ、毒々しい味だ。貸して、いっぱい時間かかるやつ、お母さんやるわ。その間に次行っちゃって、負けん組行きたいと思います。はい、キッペ、はい。あ、食べ。あ、てから放置しとって食べようとした。もうほんならもう手が当たらないところに。ちょっと鉛筆の芯入っとる。どやどや。ハズレだだだだ。今
んとこ吉平がさ買ったやつさ当たりは全部カンタが引いてさ吉平は外ればっか引いてさ一つ当たったね50円なあ大きいね一番でかいやん50円これあのあそれうんちくみ母ちゃんこれ開けたら裏になんか当たりとか外れがあってなんか当たったらもう一個だけ20円え当たったおうんちくみだら森屋にある森屋ってあるこっちない駄菓子屋さんない外れでー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 ねそう外れでーでーでー外れの時に消したやつじゃあ赤くなるはい冒険組行きたいと思いますこれ美味しい普通に懐かしい味あ、本当やいや懐かしさのねあのレベルが違う外れでーでー赤ベガモを食べました。うわ、赤いっちゃ赤い。うん、関東と比べたらめっちゃ赤いわ。いや黒い。黒いよ。え、なんかめっちゃ黒い。じゃあ、エントリーしました。はい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 、3人揃いました。ということで、これを1個ずつ引いてもらいます。はい。食べます。どちらかがまずいです。まずい。そう、私酸っぱい。酸っぱい。うん、私食べたやつ甘かったからね。せーの、で。はい。どれか。はい。お願い。はい。待って。失敗。学校でね、怪我したしねやりますか、うん、でも第2回戦の方がもっとやばいやつや自分買ったやつ じゃあ、ヨコバさんがやるのやる、もうやるのこれしようよあ、ソータの買ったやつは2個が酸っぱいえ一人だけセーフうん、で、あの、やばあの2個のうちの外れの1個が超酸っぱい超酸っぱいと酸っぱいなるほどなるほどいや今でもめっちゃ酸っぱいんだけど、うんうん、それよりもっと酸っぱいのがあるなるほどなるほどそういうことなじゃあこちらの中でどれか引いてくださいいくぞ食べるよせーのあうんあおいしいおいしいおいしいえ、一杯酸っぱいのあれ、出川に次ぐあのリアクションになるじゃん甘くなってきたよな今回のワンハム家族はここまで最後までご覧くださりありがとうございましたそしていつも高評価やコメントありがとうございますとても嬉しいですし励みになっていますさて次回のワンハム家族はロコスランド朝散歩からの朝食そしてすぐ近くにある太陽が丘冒険の森で命綱をつけての本格的アスレチックに挑戦ぜひお楽しみにまた今回の動画いいなと思っていただけましたら高評価チャンネル登録も忘れずによろしくお願いしますコメントもお待ちしていますので感想や質問などお気軽にくださいそれではまた次の動画でバイバーイ最後